はるか、琴音、まほ、私たちは、チェゴでーす。皆さん、それぞれ拠点が分かれたということで、はい、どうですか、生活は。楽しい、イエーイ。現状維持だもんね。拠点がそれぞれになったってことは、あれやるしかないでしょ。ウーバーイーツ頼み合い。そして今回、ただの頼み合いだけではでございますよ。おっと、あぶね、滑りそうだった。今回、激辛、激甘、酸っぱい縛り、ウーバーイーツ頼み、イエーイ。今目の前にガチャポンがありますが、まずね、誰が誰に頼むか、まず結構ここ運命だと思うんで、決めていきたいと思います。はい、最初はグーザケポイ。最高でしょ。じゃあ、マホさん。はい、最初はグーザケポイ。はるかに権限をあげよう。あ、じゃあ、それではマホちゃんいきます。はい、あ、来ましたよ。おー、私が頼まれる人、マホおい、どうなるのか。ま、これちょっと早かったけど、本当だよ。いきます。じゃあ、はるかが頼まれる人、はい、このねが真帆に頼んで、真帆がここに頼む。オッケー。あ、来た。クーです。来た来た来た。マジ怖い、これじゃん。大事なのってぶっちゃけこれじゃん。ぶっちゃけこれだね、うん、ちなみに誰が、何がいい。いや、絶対酸っぱいでしょ。真帆は辛いがいい。はるかは甘い。あ、分かれてんじゃん。私たちの運命はどうなのか。せーの、バーン。え、あ、ゲスクラ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 
とりあえず食べますね。バイバーイ。バイバーイ。はい、ということで12時半になったんですけど、やっとお店が結構いろいろ出てきたので、私は真帆にカレーを頼みたいと思います。はい、ということでただいまの時刻13時25分。もうお腹すいたの。真帆こちらでーす。一旦ね、はるかに電話していきます。真帆から電話かかってくるみたいです。もしもし。これって何でしょうか。中身見てください。中身を見てください。わかりました。ミノタウロス、トロトロスジカレー、お早めにお召し上がりください。辛さはまだ序盤にしました。ありがとうございます。バイバイピーナッツ。バイバイピーナッツ。なんかベッドの上で生活してるクソニートみたいな人になってるんですけど、やっと昼ご飯いただきます。マジマジ、なんも辛くない。ただただ美味しいだけなんだけど。うまい。ごちそうさまでした。お酢がなかったのでちょっと買いに行ってたら、ウーバーの人と出くわしまして、お昼ご飯が届いたので見てみたいと思います。すごっ。いただきます。アホさんにお酢はかけろと命じられたのでかけます。あ、でも待って、めっちゃ美味しい。こんなんじゃ甘い。何これ、梅干し5個も入ってるね。お酢多め10を足します。気分転換に、ようわからんゼリー食うわ。あ、これあんま得意じゃないやつだ。あと梅干し3つなんですが、家を帰ってから食べたいと思います。麺は全部完食したので、とりあえず夜食べます。はい、というわけで今私外にいるんですけど、はるかさんにこちらを頼みました。はるかさんにはメニューを存分にかけてもらいたいと思います。もしもし。私ね、はい、朝と昼食べたんですよ。真帆さんにお酢をかけろと命じられまして、とても苦しかったの。うん、まあ今察してもらってると思うけど、練乳をかけてもらいます。1品20秒。え、練乳ないんだけど、いいの？買いに行くってこと？買うんだよ、うちも遅かった。だるはい、ということで練乳買ってきました。2点届いたんですけど、まずタピオカミルクティーでーす。わくどないワッフルでした。じゃあここに練乳を10秒間かけていくってことね。どのぐらいかはもう気合次第。待って、入ってるって。もうスタート。待って、多すぎない？うち多さんやん。待って、飲んでみます。スタート。超甘々やん、こんな。いただきます。美味しいよ。ちょっと休憩する。はい、ということでただいまの時刻3時45分です。爆睡してました。そしたらこんなものが届きました。ということで、真帆ちゃんのお昼ご飯が到着したみたいなので電話をかけていきたいと思います。真帆さん、もしもし、届きましたか？スパイシーハンバーガーとポテトなんですけど、タバスコを2周かけて食べてください。ポテトにはかけなくても大丈夫。ポテトにはげたかった？わかりました。はい、バイバイ。バイバイ。それでは、はるかにタバスコをかけろと言われたので持ってきました。いきます。いただきます。え、うまい。ん、わからん。あ、でも地味もう一丁やるか。すっごい匂いがする。
食。ごちそうさまでした。あ、完食。今夕方の6時頃なんですけど、科捜研の女を見ながら食べてたらめっちゃ眠気が来て1時間ぐらい寝たので、お腹が多分ちょっと復活したので、最後の一口いただきます。完食。はい、ということで真帆さんへの夜ご飯を注文していきたいと思います。夜ご飯はやっぱり激辛でいってほしいので、蒙古タンメン中本さんで頼みます。はい、ということで、ただいまの時刻9時57分、もう10時ですよ。なんかはるかからボイスメッセージが来てて、なんかそれを聞いてほしいって言われました。じゃあ行きます。真帆さん遅くなってごめんね。本当はね、蒙古タンメンを頼んでたんだよ。だけど蒙古タンメンがダメだったから激辛ビビンバだよ。美味しく食べてね。ビビンバ大好きでしょ。バイバーイ。かわいい。そう、真帆ね、ビビンバ大好きなのよ。パパパーン。うわ、待って、やば。ありがとう、はるか。いただきます。これうますぎる。完食。もう食べて寝て食べて寝て、ブーちゃんのような生活をしてしまいましたが、じゃあそれでは私は早くお風呂に入ってこの編集をします。じゃあね。はい、ということで、はるかの夜ご飯が届きました。サーティワンなんですけど、はるか最近サーティワンにめっちゃハマってて、時間があるときは長風呂しながらアイスを食べるっていう贅沢なことをしてるんだけど、ハマってる最中にサーティワン来るのはマジで嬉しすぎる。オレンジソルベ、こちらのチョコです。琴音に電話したいんだけどさ、琴音と連絡がつかないので、とりあえず食べます。いただきます。さっぱりしてる、すごく。待って、ごめん、これははるかもうさすがに余裕でいける。なんならお風呂で食べたいぐらい。ということで完食。お疲れ様です。やっほー。お疲れ様です。何仕事をあの、もういらないんで送んなくて大丈夫です。あ、もうそろそろ着きますね。え、45分くらいに。マジ早っ。考えられないうち。あ、やばい、来た。え、来た。うん、ちょっと待って、切る。はいはい。ということで、真帆ちゃんから届きました。水餃子、酢豚、チャーハン。真帆さん。え？いや、嬉しい嬉しい嬉しい。ただ量が多いね。これ量多いね。なんか最後だからさ、パーティーにしたいなと思う。酢豚はもともとお酢がついてるので、3滴で。おお。醤油ミックスさせていいんだ。チャーハンはな、もう酸っぱくないのでラッキーセブン。マジ？わかりました。じゃあ頑張ってください。ありがとうございます。バイバイ。とのことですよ。じゃあ静かに3滴かけます。あ、やばい、待って、やりすぎたって。餃子さんは私と醤油を混ぜましたので、こちらでいただきたいと思います。お手手を合わせて、せーの、いただきます。うん、めちゃめちゃうまい。めっちゃおいしい。幸せ的にうまい。さっきまずかったやつ、え、なんか味覚変わった？めっちゃうまいんだけど。え、怖い怖い怖い。うん、あ、このゼリーを食ったら終わりだ。頑張れ。食べ終わった。お酢はめちゃめちゃ使うと体に害が及ぼすということが分かりました。
なんでもこのことに歌詞を飲みましょう。本当にみんなお疲れ様でした。バイバイ。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。そして各メンバーの SNS もやっておりますのでフォローの方もお願いします。ということで以上チェゴでした。 See you again。